ホップスコッチで遊ぶキューバの小学生ホップスコッチは、運動場や校庭などで行われる子供の遊びで、一人でも複数でも楽しむことができる。地面に長方形や三角形を組み合わせたマスを書いて、数字を振り、そこに石などの小さな目印を投げ入れて、マスとマスを飛んだり跳ねたりしながらその目印を回収していくことを繰り返す遊びである。日本では、 ケンケンパとして知られている。現代の皇帝で見られるようなコートホップスコッチのコートイングランドイングランドアメリカホップスコッチで遊ぶためにはまず地面にコートを作る必要がある。場所に応じてコートは芝生をはみ出て土の方まで広がったり舗装道路にチョークで線が引かれたりする。小学校など運動場が舗装されているような場所ではこのコートがずっと消されずに残っていることもある。 ホップスコッチのコートは様々な形をしているが、一般的には四角いマスが直線に並び、途中に隣り合った二つのマスが挟まっていることが多い。伝統的にこのコートの端はセーフだったり、ホームとなるマスであり、大抵ここから折り返して反対向きにプレーを続ける。ホームとなるマスは正方形であったり長方形や半円形の時もある。それぞれのマスには、 一から順に数字が振られており、それがそのまま飛んでいく順番になっている。最初に遊ぶ人は、石などの目印になるものを一のマスに投げ入れる。この目印は、ラッキーとも言われる。この時、投げた目印がコートから跳ねたり滑って、線から出てしまってはならない。よく使われるのが、小さな平たい石やコイン、ビーンバッグ、チャームのついた小さな鎖などである。 目印はコートの線に触れずに完全にマスの中に入っている必要がある。プレイヤーはこの目印がある四角いマスを飛び越えながらコートを周回するのである。一つだけある四角いマスには片足で飛ばなければならない。最初のマスにはどちらの足で飛んでもよい。二つとなり合ったマスがあればそこには両足で飛び込むが左のマスには左足で右のマスには 右足で着地しなければならない。セーフ、ホーム、一休みなどの特別なマスもあり、そこにはどういう風に飛んでもペナルティはない。そして、ホームのマスに到着したら、プレイヤーは回れ右をして、目印のあるマスまで逆向きに飛んでいかなくてはならない。マスごとの足の使い方も同じである。目印のあるマスに来たら、プレイヤーはそのマスの前で止まる。そして、身をかがめて、 目印を拾い、スタート地点に戻る。その時も線に触れたり、他の人の目印があるマスには足を踏み入れてはならない。ここまで失敗することなく、流れを終えたら、プレイヤーは目印を2のマスに投げ入れて、再び同じことを繰り返す。もしコート上を飛んでいく時に、どちらの方向であっても、線を踏んだり、マスを間違えたり、バランスを崩したら、その人の順番は終了である。 そしてまた自分の順番が来たら最後にコートを離れたところから再開する。この流れを繰り返し最初にすべての数字のマスから一周することに成功したプレイヤーがゲームの勝者となる。この遊びをするとき目印は普通手で拾い上げるものであるがどの時代でも特に男子がホップスコッチをすると折り返しの時はコースに沿って目印を蹴って飛ばし、 スタート地点のところまで出してしまう。イングランド、モーカムにある、ホップスコッチのコート。数字と古くからあるカササギのナーサリーライムの詩が、かけられている、ホップスコッチの原型となる遊びは、ローマ帝国の時代まで遡ると言われている。英語圏でこの遊戯が初めて文献において、言及されるのは、17世紀後半であり、大抵、スコッチホップや、スコッチホッパーと書かれている。 1635年から1672年の間に書かれたフランシス・ウィラビーの写本、遊戯特本にはこうある。スコッチホッパーとは、一掛けのタイルが小さくて、平たい鉛の重りを使って、板張りの床の上から、板のように、長方形に区切られた場所で遊ぶ人々。1677年の貧乏ロビンの小読みでは、この遊びが、スコッチホッパーズと呼ばれている。 その見出しによると、生徒がスクールホッパーズをする頃とある。1707年版のこの小読みには、次のような表現もある。法律家も医者も、この月には、あまりすることがない。だから彼らはスコッチホッパーズで遊ぶのである。ウェブスターの1828年版、アメリカ版英語辞典にも、スコッチホッパーの項目があり、少年たちが、 地面に書かれたマスと線を飛び越える遊びと書かれている。オックスフォード英語辞典によれば、ホップスコッチの語源は、フープとスコッチという二つの言葉の組み合わせである。ここでのスコッチによれば、ホップスコッチないし、スコッチホッパーズというスポーツは、ヨークシャーでは、ホップスコア、サフォークでは、スコッチホビーズ、ホビーという、歩いたり飛び跳ねて遊ぶ人を、 男の子が生やし立てることから名前がついた。スコットランドではピーバー、ピーベレル、ペイバッツとして知られている。ハンガーリー式の遊び方ブラジル、ベルオリゾンテのミナスジェライス州、国立工業技術大学のエントランスにデザインされたホップスコッチのコートホップスコッチは世界中のあらゆる国や地域で見られる遊びであり、その国によって様々な名前で呼ばれている。などは、 その例の一部であるウィキメディアコモンズにはホップスコッチに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。